稲田芸職降家4年9月8日は、徳島藩筆頭画廊。淡路洲本城代、稲田屋十三代当主。幼名は、芝蔵。通称は黒兵衛。今日は2年、八塚家家老、稲田里職の子として生まれる。文政8年、兄職風の死去により家督相続して、洲本城代となり、藩主、八塚成章将に仕えた。文政9年、 潮気画廊となる。天保八年に大塩平八郎の乱が発生した際、逃亡した大塩の侵入を警戒して、海岸の警戒や人物改めを行った。天保九年、幕府巡検使を領内に迎える。天保十二年の上氷一期で、阿波の治行地の年貢取り立て役である山奉行が一期税に打倒されたことが、稲田家家中に衝撃となり、 尊老上位に傾斜する一員となった。硬下4年9月8日死去。去年46。家督は、嫡男の職場が相続した。大塩平八郎には、かつて稲田家の家臣真鍋家の出生とする説があった。これは、平八郎の実の祖父、正の城が阿波国脇町の出身で、よりき大塩氏に養子に入ったことから、この祖父と混同されたと考えられる。 脇町は、淡路国以外の稲田屋事業地。ありがとうございます。